Thank you.
私のシステムが新たなデータを吸収したがっています。この旅をすることがしっくりきます。グールが経営してるあの場所を見た。大したことはないけど、大事なファームよ。誰かを失ったのは自分だけじゃないことは分かってる。だけど、ここなら焦ることなく嫌いなものはない。ことだけやればいい。もし出くわしたら、やっちゃってよ。グッドネイバーはあまり好きじゃない。トラブル以外は何もないところね。レイダーどもにはしてやられた。レイダーどもにはしてやられた。構わないわ。楽な暮らしではないけどね。小さいながらこのサンクチュアリ復興計画は本当に助けになっている。いろいろと忘れさせてくれてる。作物がかなり入ってきてる。
しよし。大丈夫か？ドグミと何か交換しないか？物を交換してもいいかな？どうした？
収集しているデータは何かの役に立つのでしょうか。
センサーによると敵はいません。脅威はなくなりました。素晴らしい。どこにいるの？
ゴミ箱に入れるべきですよね。異常行動を探知したとき、戦闘オペレーションを再開します。いいね。
ほどの量の水が必要です。あれは何だ。私たちだけではないかもしれません。見つけたぞ。聞こえましたか。センサーに敵影はもうありません。逃げろ。分かった。冗談はやめろ。黙れ。何もないぞ。誰かいるのか。
ただの騒音だ。ただの音。なんとでも。なんだ。わあ、なんでもないのに驚いた。あれは。ああ、やめろ。お前は間違った戦いを選んだ。ここを生かすには恐ろしいほどの量の水が必要。
もしれません。読んだらいいか分かりませんけど、 BOS の兵士たちが戦闘内で目撃されました。ケンブリッジ警察署で窮地に立たされてたみたいで、少しの間まずい状況にあったみたいです。でもその時にですね、ボルト居住者が現れて手を貸したそうです。貸したのは知りませんけど、とにかくボルト居住者が彼を見つけたんです。
正面から中へ。ケイニーの店はいつも一番の店だ。お前が正しいことしていると思っているのは知ってる。だから後悔することになるような早まった考えはするなよ。あんたとコンパウンドがストックと…もしも正当なり…そうだ、この調査…そうしたら友達…もちろん、妥協の余地があるの。誠実な方ですね、ムッシュ。しかし、まず我々の立ち位置を把握しないといけません。難しい問題だ、こういう取引は。まあ、俺の給料を上回る。こうしよう、コンパウンドにお前が来ることを伝える。そうしたらお前は自分でどうにかする。幸運を祈るよ。いや、ミスター・ダンについて言ったことに気をつけてくれ。いい影響を及ぼす人間じゃないからな。いくつか質問してもいいか。何でも聞いてくれ。コベナントは人造人間と問題があるのか。人造人間とは誰も問題があるべきではないのか。しかし問題のあるやつはいない。ここでは安心していい。コンパウンドのことを聞いたことあるか。なぜ興味があるんだ、よそ者め。だがコンパウンドのことについては一度も聞いたことがないとは言えないだろう。消えたキャラバンについて何か知ってるか。あのストックトンの奴らのことか。ごめん、今とても忙しいの。よ、ミスター・ダンについて言ったことに気をつけてくれ。いい影響を及ぼす人間じゃないからな。いくつか質問してもいいか。何でも聞いてくれ。人類はあの核戦争以来ここまで没落してしまいました。
奴らは何かを隠している。確かだ。おい、ダン。何人かはまっすぐ行った。お前の後に続く。
サーをいくつか切る必要がある。お前に50キャップやる。帰りはもっといっぱいある。おいダン、奴らはここで何をやらかしているんだ。誰かいるのか。向こう側に鎖が。ここはどこ。さあさあさあ、被験者の体調はどう。少し不安定ですが。せ誰だ一体。なこの野郎やめ。一度しか言わない。話しかけられるまで喋らないで。はい、続けて。ベースラインテストの準備は良さそうです。被験者、質問するから最初に思い浮かんだ答えで素早く回答して。激高した科学者がクアンタムハーモナイザーをフォトニックレゾナンスチャンバーにぶち込むぞと叫びながら近づいてくる。どう反応するの。これはあれか、あのセーフテストか。質問に答えて。わからない。科学のことはわからない。無視する。無視するですって、うん、素晴らしい。
他の牢屋がもっとあるはずだ。そんな気がする。ストックトンの奴らはここにいる。
おい、ダン。すみません。ではどうぞ。あなたがスクトンの娘だと思われる子供を探そうとしたせいで私のライフワークは破滅寸前。彼女はほとんど人造人間みたいだって知ってる？あなたが殺し屋以上のものだったら取り返しのつかないことになる前に止められるかもしれない。ストックトンの娘は人造人間なのか？他にどんな理由で私たちが彼女のキャラバンを襲ったと思う？テストの後の初期診断は 70% 以上信用できる。解剖してみないと確かなことはわからない。続けて。あなたが小さい子供だった時に目の前で家族が人造人間にやられたらどうする？考えを変えて受け入れてくれるの？それとも力ずくでどうにかするつもり？あんたに何が起きたんだ？ずっと昔にダイヤモンドシティで私の家族と他の8人が何者かに虐殺された。この凶暴な奴らを最初は人間だと思ってた。でもその日、それはインスティチュートの新製品のことだと知った。人造人間よ。インスティチュートが私たちに紛れて歩いている限り警告なしに襲って影から私たちをコントロールする。私は隠れた人造人間を検出するテストを発明するために人生を捧げた。奴らを根絶するために。奴らは消滅してもいい。戦う価値のある目標じゃない？まるで戦争だ。本当に連中はそんなに悪いのか？数年の間に数百もの誘拐。それが本当に悪いことなのか生存者に聞いてみるといいわ。それに彼らのせいで起こったと思われる悲劇が他にもたくさんある。インスティチュートに責任があるということを誰が本当に知ってるんだ？それに彼らはどうやって私たちに秘密にできるのかしら。すでに開発されている医療テストでは生きた人造人間と人間を区別することはできない。でも心理学では違いを検出できる。安全テストの出番。テストはまだ初期段階だけど犠牲と忍耐で成功率は上がっている。テストがうまくいくことさえないように聞こえるな。相関関係がある。それを測定した。絞り込むにはもっとデータと被験者が必要。コベナントには多くのことがある。インスティチュートの強行の後に傷ついた人々の避難所が残った。安全と治療のための場所。でも最も重要なのはそれがこのパラノイアの時代を終わらせるための一つのチャンスだということ。あなたと取引をする。ストックトンの人造人間を連れてきて。仕事を続けることができたらあなたが望むどんな報酬でもあげる。この契約にはうんざりしてたんだ。取引はなしだ。私にとっては幸運ね。あなたに話していたんじゃないわ。こいつに味方するなら深刻で致命的な問題になる。
脅してるのか、ダン。俺には俺の作法がある。財布に対してはあまり守られないが、夜眠るのに役立つ。この契約を交わしたからには守る。たとえそれがお前を殺すことになるとしても。女の子を殺すな。容赦してやれ。無理よ。彼女はインスティチュートからの潜入者の可能性が高すぎる。いくら彼女がこの戦争の犠牲者だからって、見逃すことは全てに妥協することになる。コベナントは避難所なのか？長い間、同じ考えを持った人たちを募ってきた。私たちの生活の全ては、インスティチュートによって損なわれた。コベナントは安全テストの管理と改良に関しては一番。でも人道主義も同じくらい大切だという人もいる。ここに残っているものを壊したら彼らの生活は真逆転する。すまない、それは受けられない取引だ。最も神聖な誓いを破りましたね。だったら私を殺すだけ。今度は何をですか？ここで役に立つデータを探せるかもしれませんね。あんたに何が起きたんだ？男たち、私を引きずって行ったの。いつも注射に質問、苦痛、バカでくだらない質問を何度も何度も。アメリア、ストックトンよ、人造人間じゃない。どうやったら確認できる？お願い、信じて。私はあなたのようにただの人間なの。私の父、ストックトン、彼が報酬を払うわ。私を出してお願いよ。お願い、ドアを開けて。おい、ダン。それでストックトンは娘を手に入れて、俺らは報酬をもらう。悪くないね。彼女が人造人間だったらどうするんだ？奴らが彼女にあれだけやっても人造人間かどうかは分からない。彼女は十分人間に見える。これが主の判断だ。俺はストックトンからもう半分嬉しいです。
気をつけろダン、お前もな。
いいぞ。
分かったよ。